死人神社は、鳥取県東白郡ゆり浜町大和区内にある神社。式内社、法規国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は神社本庁の別表神社。境内にある京塚は、国の史跡に指定され、出土品は国宝に指定されている。京塚畑折に携わった士族である死人氏が、祖神の竹発地の命を祀ったのが禁言とされている。 ただし、社殿には下てる姫命に関するものが多く、大正時代までは下てる姫命が主催神であると考えられていた。社殿によれば、出雲から渡った下てる姫命が、現在の百合浜町宇野に着船し、おかんむり山に登って、現在地に沈まったという。着船したと伝えられる場所には、下てる姫命が化粧を直したという、化粧水や腰をかけたという、 おこしかけいなどが残っている。これについて、式内社調査報告では、もともとは織物の神である竹初地の命を祀っていたのが、当地で織物が作られなくなったことにより、竹初地の命の存在が忘れられ、共に祀られていた下手る姫命だけが残ったと記している。境内の塚が下手る姫命の墓であると考えられていたが、 大正4年の発掘により京塚であることが判明した。その出土品の名分から当社が平安時代後期には法規国一宮であったことが分かった。この時の出土品である観音菩薩立像などは法規一宮京塚出土品の名称で一括して国宝に指定されている。戦国時代、当地を治めた武将に車両を没収され荒廃したが、 天文23年に、天子氏が社殿を再建した。また、地元の国人、南城市からも寄進を受けた。その後、当地を収めた池田氏も数形し、鳥取藩主の祈願書となった。昭和14年、国平商社に、列格し、第二次世界大戦後は、別表神社となった。かつて主催神であった、下る姫命が女神であることから、安山に霊源があるとされる。 本殿の後には、かつて、父神と呼ばれる神木があったが、現在は倒壊している。山道沿いには、安山岩と呼ばれる岩がある。昔、毎回南山に苦しんでいた女性が願掛けをし、その満岩の日の夢に仕立てる姫命が姿を現し、山系の木と、この岩のところで簡単に出産したため安山岩と呼ばれるようになったと伝えられる。 この岩を削って飲むと霊言があるとされる。具体的な創建年代は不明であるが、平安時代初期にあたる大道三年の医学書、大道類樹方には、河村軍、静か主の家書伝型者、仕下手る姫新方なり、中書生弁土目頭半熱交換者与えのという記述があり、これが文献上の書見とされている。放棄一の宮京塚出土品。 東京国立博物館展示。左は仏像肉。右奥は道教筒。その手前は左から銅板弥勒像、銅教、銅線、瑠璃玉。出土品の内近道、観音菩薩立像、銅像千主観音菩薩立像所在地交通アクセス。ありがとうございます。